新アイテムを使えばいくら漕いでも汗かない。説始まりました。どうもどうも、タックルの最初でございます。今日はですね、最新アイテムからですね、案件が来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな僕に案件振ってください、企業さん。ありがとうございます。ほんまに。で、そのアイテムちょっと見せてほしいんですけど、こちらです。はい、何ですかこれは。ネッククーラー。ネッククーラー。ちょっと開けていいですか、そのまま。どうぞどうぞ。おお、来ました来ました来ました。おお、これ見たことないからね、こんなん。確かに。何これ。それを首から、はい、こういうこと。はい。で、これ首で冷やされるところ。でそう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 、最新アイテムやね。見たことない。最新よ。俺これサイクリスト、いろんなサイクリスト見てきたけど、こんなんつけてるサイクリスト見たことないから。かっけえよな、なんか形が。これを口腔にかけると、まあ、首が冷やされて涼しいと。で、数秒で体感マイナス16度らしい。体感マイナス16度。そう、えぐいね、それ。めっちゃ冷えるやろ。ってことは、今日多分、まあ、20度ちょっととかかな。そうだな、気温は。うん、もう一気に4度の世界。そう、そういうこと、そういうこと。で、今日何をするかっていうと、サイクリストね、普通に街走ってるとね、風めっちゃ開けるじゃないですか。で、それである程度涼しいんやけどね、サイクリストが一番暑い状況、それローラー台です。ローラー台。はい、これ何かっていうと、選手とかはね、みんなね、これでね、練習するんですよ。この上に乗って、まあ、あれですよ、ランニングマシンの自転車版みたいなやつです。この上でね、選手とかこういでトレーニングするんですけどね、これがとにかく暑い。なるほどね。で、これで選手とかどうやってね、じゃあその暑さしのいでるかっつったら、もうね、精神力と、まあと、特に多いのはやっぱりね、もう普通の扇風機ではほんまに熱すぎて無理やから、業務用のでっかい扇風機買うの。羽がオレンジ色のやつね。はいはいはい、はい、そう、工業用の扇風機をこの辺に置いて、で、なんとか暑さしのぐっていうぐらいね、これとにかく暑い。ローラー台のトレーニングっていうのがもうほんまに暑いから、この状態で俺がとにかく30分ぐらいもうガチちゃんと飛びます。お、その状態でこの最新アイテム使えば汗かかないんじゃないかっていう。お、そらね、かからないですよ。うん、マイナス16だよ。どうも、妹です。今回お気に入りガスです。このネッククーラー、実はあったかくもなれちゃうんですよね。しかも専用のアプリを使うと遠隔操作ができちゃうわけですよ。今回彼にはこのネッククーラー冷たくなるとしか伝えておりません。で、それで冷たいはずのネッククーラーがあったかくなっていったら、彼はどういう反応をするのか見ていきたいと思います。はい、じゃあとりあえずね、ローラー台に乗っていきます。よし、はい、これがローラー台です。この上でね、ひたすらね、乗るだけね、こうやって。ガチでしょ、ガチでしょ、ガチやな。とりあえずね、これで一旦こう暑いなって、汗かきそうやなってぐらいまでちょっと頑張ります。わかる？これ5分ぐらいなんですよ、まだ。確かに。で、別にレースペースとかじゃないのよ、これが。会社いいな。いや、いいんじゃないのよ。これ会社悪い方なんやけど、悪くてもこれないよ。だからこのローラー台って、扇風機とか出してやると、もうほんまにこれぐらいですぐに汗をね、かいてしまうもんなのよ。そう。ということで、カモン。カモン。はい、はい、ということで来ました。これね、これをつければマイナス16度だよ。ちょっとやばい。やばい。あ、涼しい。ほんまに涼しい。なんかね、てっきりこの風を送るタイプかなと思ったけど、なんか風は落ちるけど、ひんやりしてる。内面にそのパッドみたいな、冷却パッドみたいな感じで、うん、で、これ人間ってなんか首冷やしたら
体温一気に下がるっていうしね。汗引きそう今。いや引きそうよ、このままやってたらほんまに引きそう。見といてほしいよ、こっから30分ぐらいちょっとガチこぎするんで。はい、いいわ。いや、めちゃくちゃいいよ、これほんまに涼しい、涼しい、バッチリ。こんな涼しい。うん、いい商品やね、やっぱ最新アイテム、いいね。時代工業用扇風機じゃないかもしれない。ちょっとガチ漕ぎしてきます、ここから。これも一番重たいギア入れてるから、今後ろ見て、一番重たいギア踏んでます。じゃあ、ちょっと頑張るわ。頑張って。せやな、もうきつくてようわからんけど。ほんま、いやでもだいぶ涼しいと思うで。うん、私も楽器やったけどほんまに一瞬で寒くなったもん。ちょしんどい。あ、そう、ローラーしてるから。あー、なるほどね。あー、しんどい。トレーニングってこういう場合からね。いやでもそれあるとないとかだいぶちゃうんだ。ちゃうちゃうちゃう。ちょっとこれ使えるかわからんけどさ、汗めっちゃ出てない。ガチこぎしてるから。あー、そうか、うん、あー、これはもうしょうがないよ。あーね、いやでもこれ使えるかな、動画。いや、トレーニングやから。いや、でもほんまに汗かいたらあかんくないけど。じゃそれはそうなんやけど、うん、しかもこれちょっと動画では言われへんけど、うん、こんなにこぐともう暑い、むしろこれがほんまに、うん、なんかガチでこぎ出してからやっぱりこの辺がもう、このなんか機械巻いてるから、うん、普通にあって。あ、そうなんや。じゃあ俺が遅刻してるせい、多分これ。いやでもガチこぎするしかないしな、こんな適当にこいで涼しかったですってやらせやっただろう。いやでも本気でこぐと上やってこんなぐついや、機械こんなに分厚いから普通に首周り熱なってんからってなる。涼しいはずないけど首周りマジで熱い今。一回止めて。あ、オッケー。一回止めて。
冷めたね。やっぱ暑いよ、これ。え、確実暑い。どうするこれ。普通に汗やばいな。汗えぐいな。これ電池切れてるとかじゃない、普通に。いや、全然あのマックスで涼しい。はい、はい、ちょっとな、やっぱさすがにローラーやから。あら、ちょサドル上向いてるって、サドル上向いてるって。何やった。ちょっと集中切れた、集中切れた、ちょっと集中切れた。ちゃうね。これ落ちたのとこの商品は何の関係もありません。目が開けられへんのよ。なんでなんで。ちょっと言われへんけど目が開けられへんね。なんかこんなもんかな。よしよし、戻りました。はいはい、戻りました。ちゃんと。あ、よかった。これ違う、これ壊したわけじゃないからね。サンドル上向いてるのはあのボルト閉めてないとね、ちゃんとこうやってすぐ動いちゃうのよ。なるほどね。そう、閉め忘れてた前。あと残り15分ぐらいかな。うん、いいよ。よっしゃ、いくで。目がマジで目が開けられへん。あ、ちょっと待って、タオル貸して。タオル。さあね、何があったの。じゃあ涼しいね。涼しいやろ。うん、ちょっと俺にも悲しいことってあるから。そういうこと。あ、僕は目開かない。血走ってんで。いや、だってガチ恋してるから。それはなんかこの商品はこんな状態じゃなかったら涼しいやと思う。でもあれサイクリングにもって書いてたらアピールだなんて思ったら編集どおりにしてよ、もう。もうちょい引きで撮ってよ。でもあれか、タオルとか持ってたら、あれか、タオルとか持ってたらマスクが言ってないじゃないか。いや、入ってるやん、引きで取れや。引きで取れや。これでもあれちゃう、これやってないに比べたら汗の量少ないんちゃう、多分。ああ、なるほどね。そう、やっぱり効果はある、あるんちゃう、多分な。多分ちゃうね、ほんまに首がこれ機械つけたことないから。あ、その体感だ。体感はほんま体感は熱く感じるよ。多分それはこう動いてるから。摩擦熱とかあるし、いろいろ。どうした？きつい。あ、暑さとか。そうかな。
一個や。多分これボツかボラ取り直すかちょっと違う日に正義さん、はい、一つ言わなければいけないことがあります。はい、何だか決定でーす。見てください、こちら。実はこれドッキリでした。これ Bluetooth とつながってて、で、私が操作してました。で、今この画面あったかいモードになってます。どういうことで、実はここからBluetooth でこうつなぐことできるんですけど、冷たいモードにすると、一回やってください。もう涼しい。何これ、どういうことこれ、あったかくなるってこと？そう。え、どういうこと？これクーラーじゃない？ネッククーラーやけど、あったかいものもできるらしいんですよ。そうなの？そう、もう序盤からずっと熱いモード。はぁ？はぁ？そらそうやわ。そらそうやわ。もうめっちゃ知ってんもん。そらそうやわ。え、もう言うで、じゃあもう案件とか知らんけど熱いね、めちゃくちゃ。はぁ？そう、もう言うで、もう序盤開始3分ぐらいから熱くねって思って。でもほんまにこれネッククーラーって商品や、名前が。だからあったかくなるはずないやん、言ったら。はぁ、開始1分ぐらいでもう最大の熱さでやってた。何して熱っ、こいでて。ただでさえしんどいよりさ、ここめちゃくちゃ熱いわけや。それでなんかお前なんか汗ちょっとそれ映ってたらやばいっちゃうみたいな、隠すしかないやん。そんな状態でだってほんまに途中で目開けられへんのってきて、汗やばすぎて一回落ちたし、3本ローラーからもう目開けられへんくて。こう今クールモードやけど、ファンモードみたいなのもできて、ファンくるくない、めっちゃめっちゃ風来てるよ今。ハロー。いや、さっき30分間無風マジで無風で、ここがものごっついい回路みたいな感じで、もう回路こうつなげて混乱してるみたいな。これでガチこぎしてた状態よ。でももう俺もそら案件って言われてるから、これ全然冷たくないやんけど言われへんからさ。こういうのには向いてないんちゃうかなみたいな、そのオブラートに包みに包んだことしか言われへんかったけど、クソ熱いよマジで、クソ熱いよ。これあったかくなるモードもあるってこと？そう、あったかくなるモードと今最大でした。そう、今あったかくなってくると思う。あったかいわ、あったかいわっていうか、さっきのモードやこれ、確実に今いらんモード。いや、それ冬とかやったらそれもちろんめっちゃぬくいと思う、これ。そう、冬でも夏でも使えるっていうのがこのネッククーラーのところやね。そうなんや。そう、さっき言えよ。いや、ドッキリやから。あったかいっちゃん冷たくして、いっちゃん冷たいモード、これで一回ローラー乗らしてるじゃん普通に、うん、うわ涼しい。涼しい、ガチでこれは涼しい。だって首に当たってる部分もその涼しいね。なんて言うの、分かる、あの扇風機だけやと思ってる人おるやん、これちゃうねん、これなんか
当たってるこの首の部分が自体が冷たいのよ、なんか氷みたいな。そう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 。でしかもその風来るやん、うん、なんか二重で涼しいみたいな。いやこれでやらせろ。いやいやいや、だって今近づいて、ガチで汗かいてない。いや何もかいてないな。いやいや、ガチで涼しいもんだって。はぁ、これやったらほんまに汗かいてないかもしれない。わからんわ、うん、もうわかりません。もういいです。ということでございまして、どこの会社さんやったっけ。トーラスさん。はい、トーラスさんのですね、ネッククーラー絶賛発売中ですので、ね、あの案件がやばい。俺さっき知ったけど、クソ熱いっすって。クソ熱くもなるし、そうそう、でも今これは涼しい問題から、通常はガチ涼しいって申し訳ない。これは俺のもう俺のもうこれトーラスさんに言いたい。俺のこの動画のせいでクソ熱い商品みたいになってるかもしれないけど違うんですよ、これこいつのせいなんですよ。これ真冬やったら嬉しかったよ、そりゃ。そうやね、うん、真冬ライドとか行くときほんまに行きたくない。いやそうよ、真冬のローラーとかもな、その出だしは寒いのよ。あ、出だしはこれでなあったかい状態で外来て、熱々できたなーでこのネッククーラーに変えたらええと思う。そうそうそう、多分使い方としては。でも今日は間違って普通に暑い日に、あの普通にガチこぎしながらこのいっちゃマックス熱い状態でやってしまったっていう。まあ、ということでですね、あ、引き続きから普通に、まあ、アンケート関係なくこれを普通に取り使っていこうと思うんで、多分あの夏場のレースとかね来たらガチで俺こうやってアップとかしてると思う。あの会場に扇風機を持っていかれへんから。いや、めっちゃ、それめっちゃいいよな。うん、お前今気づいた。そういう使い方やと思う、これがいい。俺的にはこれはでも、マジで便利やわ、うん、ということでございましてですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本当に皆さんすいませんでした、汗かいてしまって。すいません、あのそりゃそう、あとで妹はね一発入れときます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。